前からも魔物が来るだなんて。完全に縄張りに入っちまったみてえだな。依頼を終えた達成感でちょっと油断してたぜ。悪いのは僕たちの方ですし、できるだけ乱暴なことはしたくないですよね。セレフィラさん、僕たちの演奏で魔物を落ち着かせられませんか？そうね、やってみましょう。すごいです。魔物さんたちの目がもうトロンとしてきてます。ほほう、依頼されたセレモニーでの演奏も見事なものであったが、魔物を前にしても堂々たる演奏ぶり。セレフィラもエルタ君も旅を経て実に成長したのである。団長さん、今のうちに逃げましょう。しんがりは我が輩に任せるのである。安心して進むがよい。おじいちゃん気をつけて、数が多いし怪我でもしたら。何のこれしき。暗雲と見まごう飛竜の群れに遭遇した時と比べればたやすいものなのである。いつもの昔話か。それくらい余裕があるなら任せて大丈夫そうだな。ええ、おじいちゃんがいてくれると心強いわ。今の音、セレフィラよ、怪我はないのであるか？ええ、ちょっと転んだだけだから。セルフィラさん、これ泥がついてしまったみたいなんですけど。楽器を拾ってくれたのね、ありがとう。泥は拭けば取れるから大丈夫。帰りましょう。また魔物が現れたら危ないもの。セルフィラさんに怪我がなかったのは本当に良かったけど。
しよう。こんなことって。セレフィラ、夕げの支度はとうにできているのである。食欲が湧かないのであるか。おじいちゃん、ごめんなさい、今行くわ。エルタ。すみません、ちょっと様子が気になったので。どうしたの？心配されるようなことはあったかしら。セレフィラさん、もしかして楽器に何かあったんじゃないですか？え？その、僕も何年か前にうっかり楽器を倒して壊してしまったことがあるんです。幸い表板と横板の接着が少し剥がれただけだったので、すぐに修理できたんですけど、壊した時は食事どころじゃなかったほど胸が苦しくなったのを覚えています。楽器って本当に大切だから。二人とも入って。わかるかしら、高音側の共鳴孔のそばに木目に沿ってひびが入っているでしょ。はい。さっき弾いてみたら雑音が出るようになってしまっていた。音の鳴りも悪くなった気がする。セレフィラ。おじいちゃん、どうしよう。おばあ様から受け継いだ楽器が元に戻らなかったら。大丈夫なのである。修理すればきっと元の音色に戻るであろうから。そうですね、確かにここは昆虫が当たる部分なので音質への影響が大きそうですけど、見たところどこも欠けてませんし、きちんと修理すれば治るんじゃないでしょうか。でも誰に頼めばいいのかしら。この船には楽器職人の団員さんがいるなんて話は聞かないし。フィディ島の職人を頼ろうにもここからは遠すぎるのであるな。楽器職人、そういえば。あの、ペルフェット、カロさんがいるあの島に行くのはどうでしょうか。ペルフェット、以前二人が復興支援に出向いた芸術の島と呼ばれる場所であったな。はい、ここからなら結構近いですし、カロさんの楽器を直した職人さんならセレフィラさんの楽器もきっと修理できると思うんです。ドラフのあの人、そう、そうね、とてもいい考えだと思うわ。団長さんにも相談してみる。ありがとうエルタ、治るかもって思ったら少し心が軽くなったわ。いえいえ、僕は何も。無事に楽器が治るといいですね。
いいんじゃないかな。誰かを傷つけるわけじゃないなら、好きなことをしたって。聞かせてよ、君が心のままにあげる声を。楽器が壊れるって本当に不あの災害が起きてから、もう2年が経つんですよね。時が経つのはあっという間だな。空から見た時は、まだ山や森に土砂崩れの跡が残っていて、胸が痛かったけれど。港や町はすっかり綺麗になったみたいね。よかった。Thank you.
島の人たちと瓦礫を片付けていた時にカロさんが声をかけてきて絵をプレゼントしてくれたんですよね。鳥の絵ね。あれは宿にあったおかげで魔物化した時に壊されなかったから今も船に飾っているわ。初めて会った時から人懐っこくてちょっとおちょこちょいで、オイラたちすぐに仲良くなれたんだよな。昨日までのあったかい感じがなくなってます。威嚇してるような感じで今にも襲いかかってきそうで怖いです。どういうことだ？筆の兄ちゃんの魔法が変わったっていうのか？魔物を簡単に倒せるほど強くて、作品や歌声に魔力が宿ったり、不思議な力を持ってましたけど。あの姿を見た時は、本当にカロさんは聖少獣なんだって改めて実感させられました。絵筆から飛ばされる絵の具も、楽器から奏でられる音波も、とにかく凄まじかった。あれだけの力を持っているなら、聖少獣と気づかれたら怖がられるって人間のふりをしていたのも納得ね。誰に言われたんだったか。僕の体はまるで脆いガラスみたいなものだって。傷ついたら修復に時間がかかる。疲れ切るまで暴走すれば数百年眠るだろう。
カロさんはこの島の守り神で、島の皆さんと交流するときは旅人のふりをしてました。でも最後の最後に島の皆さんと分かり合えて、ようやく島民になれたんですよね。アルテ様じゃなくてカロとして町に戻ってくるって島の人たちと約束していたものね。約束が果たされる日を見届けることは叶わないでしょうけど、きっと今度こそみんなの友達になれるって信じているわ。夜になるまで旦那さんは戻って来られないんですか？ええ、芸術祭の運営メンバーだから撤収作業まで任されていてね。芸術祭？今日はお祭りがあるんですか？ええ、年に一度催されるの。様々な公演をしたり作品を売買したり、とても盛り上がるのよ。今年は復興支援の感謝も込めて島外にも宣伝をしていたんだけど、あんまり広まらなかったみたいね。まさに芸術を楽しむための祭事というわけであるな。セルフィラ、楽器のことは気がかりであろうが、夜に出直した方が良いのではないかな。そうね、ここで待っていても迷惑をかけてしまうだけだわ。せっかくだからお祭りを見に行きましょうか。おじいちゃんにも島を案内したいわ。嬉しい提案である。祭りに興じればセルフィラの気分もいくらか紛れるであろう。すごい人手ですね。こんなに活気があるなんて。テントがたくさん並んでいる場所と、あっちには大きなステージもあるわ。本当に大きなお祭りなのね。踊れ踊れ、もっと腹から声出して心のままに体を動かせ。
うえー、あいつってまさか。ありがたいぜ、役にも立たん演奏会なんかよりよっぽどな。あの不愛想なおっちゃんなのかよ。驚いたわ、まるで別人じゃない。エルタにセルフィラにキクウシさんたちまでいるじゃねえか。本当だ。おーい、ようこそペルフェットへ。芸術祭に来てくれて嬉しいぞ。お邪魔してます。皆さん本当に大盛り上がりで驚いてました。もしかしてお父さんのこと？まあ無理もないかもね。普段は不愛想極まりないが、祭りとなりゃ誰よりも大声で音頭を取ってくれるんだ。頼もしいのなんの、あいつがいなきゃ祭りが始まらねえってくらいなもんさ。そんな人だったんですね。びっくりです。みんなからも頼りにされてるんだよ。町に魔物が出た時もお父さんが先陣を切って追い払ってくれるんだ。頼もしい人なのはわかります。災害の時も率先して皆さんの安全確保をされてましたもんね。誰かと思えばあんたらか。久しぶりだな。はい、お久しぶりです。お久しぶりです。ああ、その悪かったな、あの時はひどいこと言っちまって。いいえ、もう随分と前のことですし気にしていませんから。そうか。やっぱり2年前は災害で奥さんを亡くしたせいで心がすさみきってしまっていたのね。本当はこんな風に明るくて気配りだってできる人だった。立ち直ってくれたみたいでよかったわ。それにしてもこんなにこの島らしいお祭りがあるなんて全然知りませんでした。2年前は災害があって祭りどころじゃなかったしな。去年もやるにはやったが、いろいろとごたついて縮小せざるを得なくて。今年になってようやく災害前の規模で開催できたんだ。喜びもひとしおだよ。まだ参道の方は荒れてるし、完全に元通りってわけじゃねえが、アルテ様のためを思えば祭りをおろそかにするわけにはいかねえからな。アルテ様のため？そのなんだ、眠っちまっただろ。カロア、聖少獣の中には島民の信仰心で力をつけてるやつもいるって聞く。俺たちがたくさん敬愛を示せば彼も少しは早く目が覚めるかもしれねえ。都合のいい話だと思うだろうが。そんなことはないです。きっと
カロさんの力になってます。ちょっと、あんただって早くカロに目覚めてほしいって思ってんだろ。踊れ踊れ、届けてみせろ、カロへの友愛とアルテ様への敬愛を。そんな僕踊りはあんまり得意じゃ。だったら俺のドラムを受け取れ、演奏家の意地を見せてみろ。僕は打楽器の演奏家ではないんですけど。エルタ君がすっかり人気者である。私たちも行かない？カロの力になれるなら嬉しいもの。賛成です、行きましょう。セルフィラさん、久しぶり。久しぶりね、また会えて嬉しいわ。もしかして芸術祭の告知を見て来てくれたの？今年は当該にも出してるから。島に来たのは別の用事でなの。それは災難だったね。でも今ならあの子もいるし、きっと綺麗に直してもらえると思う。あの子って？私の幼なじみ、楽器職人のドラフの人いるでしょ。あの人の弟子なの。まあちょっと変わってるけど、職人としての腕は確かだから安心していいよ。それは運が良かったわ。どんな人なのか楽しみ。見事なもんだな。今にも動き出しそうだぜ。僕これ作った人知ってるよ。40年も作品を作ってる彫刻家なんだ。本当によくここまで再現してくれたって思うよ。カロの優しさも温かさも全部伝わってくるもの。会ったことのない我が輩でも
彼の人となりが手に取るようにわかる傑作であるな。今振り返ってもあんなに優しい人がアルテ様だったなんてびっくりだった。ちょっとイメージと違ってたから。優しい神様とは言い伝えられてなかったの？胸が温かくなるような伝承も多いんだけど、一番有名なのは結構怖い話なんだ。あれは白雲戦争より前に建てられた講堂なんだけど、アルテ様の壁画や逸話を記した文章が残ってるの。昔この島の人たちが一度芸術をめでることをやめて島民同士で争ってしまった時があったんだって。そんな島民に怒ったアルテ様は島が半壊するほどの災厄をもたらした。それが千年近く前の今日。そんな、カロさんがどうして？わからない。ひとまずそれからアルテ様は芸術の神様として祀られるようになったらしいよ。芸術祭が開かれるようになったのもアルテ様を二度と怒らせないためだって聞いて育ってきた。他にも人の作品をけなしちゃいけないとか、どんな芸術家にも敬意を払えとか、いろいろな教えがあって。芸術は好きでめでてきたけど、アルテ様を怒らせないようにしなきゃっていう気持ちは結構あったかな。驚きです。そんな話を聞いたら怖くもなりますね。でもきっと何かの間違いよね。だってアルテ様はカロだったんだよ。暴走した時は怖かったけど、教えに背いたから島に災厄をもたらすなんてありえないよ。同感ね。むしろみんながまた芸術をめでられるように手を尽くすと思う。2年前だってそうだったもの。千年近くも前の話だもん。どこかで話が変わっちゃったんだよ。誤解してたみたいで申し訳なくて、叶うならもう一度カロと話がしたい。ごめんなさいって謝りたいんだよね。カロさん、どうかしたのか？前にカロさんが暴走した時、私はカロさんの力を吸収しましたよね。カロさん、あなたを苦しめてる力を私がもらいます。そういや、そうだったな。お？ってことはキヤマトみたいに呼び出せるんじゃねえか？それがあれから一度もカロさんは答えてくれないんです。
気配はちゃんとあるのに。ずっと不思議なんです。だってこんなこと他の青少獣ではなかったから。カロは目覚めるのを拒んでいるということ？そうじゃなくて、うまく説明できないんですけど、私の中にいるのは抜け殻というか空っぽな感じなんです。何もないから答えられないみたいな。そつは不思議だな。ねえ、今の話って何？カロがどこかにいたの？なあ、いや、こっちの話でよ。どっちにしろ力になれそうもねえから気にしないでくれ。島の守り神ってどんな気持ちなのかな。千年近くも生きて私たちを見守って、そのうち見送ることになって、誰よりも島民のことを知ってて、島からも出られないのに島民にはなれなかった。そう考えるとさ、なんか悲しいよね。カロにはカロの幸せを掴んでほしいって、私願わずにはいられないんだ。私もそう思うわ。カロはその思いだけで幸せだって言いそうだけど。わかる。まあカロが良くてもこっちが納得しないけど。行けない、もう演奏会の集合時間だ。行かないと。演奏会？あっちの特設ステージでやるの。よかったらセレフィラさんも来て。もちろんよ、ぜひ行かせてもらうわ。また島に来てくれるなんて、いらっしゃいませ。お久しぶりです。わあ、綺麗なお皿やカップがテーブルいっぱいに並んでますね。じっくり見ていってね。気合い入れてたくさん新作用意したから。ありがとうございます。いろいろあって目移りしちゃいますね。あ、これガラスで虹が描いてあってとっても綺麗ですよ。お姉さん、お目が高いね。それは僕が作ったお皿だよ。そうなんですか。2年前の災害の後、この子は割れたガラスでモザイクアートを作ってて、その時にうちの粘土を少し上げてモザイクアートのお皿を作ってもらったの。それ以来うちに通って作品を作るようになったのよ。
そういや避難所で粘土にガラスを並べてるところを見たな。へへん、すごいでしょ。でも焼くときにガラスが溶けちゃうから平たいお皿しか作れないんだ。最近は私の知り合いがやってるガラス工房にも通っているのよね。将来どんな作家になるのかしら。子供のうちから気軽にいろいろなものづくりに触れられるなんていいわね。感性も磨かれそう。ところでルリアさんはそのお皿どうするの？買いたいですけど、いくらですか？1500ルピよ。あ、それならお小遣いで買えます。これください。毎度ありがとうございます。お姉さん、いい買い物したね。大切に使いますね。1500ルピー、意外と手頃なのね。隣のシンプルなお皿も綺麗な絵皿も全部同じ値段なんですね。ちょっと不思議だな。ああそうだダニー、これお客さんの忘れ物なんだけど、受付に届けてきてくれる？いいよ、ボーナさんは店を離れるわけにはいかないもんね。届けたらまたすぐに戻ってくれよ。お姉さんたちは買い物楽しんでて。いろんな店があるし、演奏会が始まるまではそのあたりをブラブラするか。君は一体何を考えているんだ？あ、なんだ？これ以上の引き下げは価格崩壊だぞ。他の職人にも関わる問題だ。なぜそれがわからない？私の手を取るのが嫌ならそう言え。ごまかされるのはもううんざりだ。何のためにここまで足を運んだと。つけてんだ、怖がってるだろう。客人か。商品を見る邪魔をしたならすまない。失礼する。おき分けのいい人だったわね。クレーマーではなかったのかしら。あの大丈夫でしたか？結構きつく詰め寄られてたみたいですけど。うだだ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 だえ？
したんだよ。よっぽど怖い目にあったんですね。かわいそうに。はてどうであるかな。彼女はもしや。生まれつき？やはりそうであるか。昔旅先で似た様子の子に会ったことがあるのである。怯えているのとは違うの？考えてみれば話すというのはなかなか複雑な動作なのである。一定の速度で息を吐き続けなければ声は途切れてしまうし、さらに唇と舌で音を作らねばならない。楽器を奏でるのと同じことなのである。ほんの少し調子が狂えば思い通りの音にならなくなるのである。からして。なるほどね。無意識にやっていたから気づかなかったけれど。我が輩たちも緊張や恐怖に苛まれればうまく言葉が出なくなり声も震えてしまうもの。きっとお嬢さんも同じなのである。それが体に強く出やすいというだけだと我が輩は思うのである。からして。さっきのお客さんのことかしら。お知り合いだったんですね。なってきたな。あ、なんとなくわかりましたよ。フェルッチオさんには何度もさっきみたいに詰め寄られて怒ってるってことですか？天才。普通に喋れんじゃねえかよ。もしかしてオイラたち遊ばれてたんじゃねえか。そしてクイズみたいに話をしてたのは緊張をほぐすためだったのかな。私のこと？ A 君。もしかしてあだ名ですか？ T さん、ばあちゃん。裏若き乙女にあだ名で呼ばれるとはおもはゆいものであるな。よ
要するに最初の文字だけで呼んでるってわけか。ってことはオイラの場合はぬい。はあ、ぬいってなんだよ。誰がぬいぐるみだよ。っていうか普通に B 君でよかっただろ。なんだかとてもユニークな人ね。そうですね、変に遠慮する必要もないみたいです。それにしても綺麗な楽器ね。ここに並んでいるの全部あなたが作ったの？あ、うん。うちと師匠が。お師匠様がいるのね。師匠の店だし、どっか行ったけど。困るよね。飲み仲間の画家の手伝いに行って、そのまんまとか。そんなことないです。カンターテさん、しっかり接客できてます。いや、困るの、うち。喋るの、めんどい。接客嫌い。おいおい、気持ちはわかるけど、楽器を売るつもりあるのか？あるよ、声いる人には。声？チェロ弾きですけど。すごいです。何も言ってないのに何の楽器を弾くかピタリと当てちゃいました。爪や指先の皮の状態で判断したにしても全く迷いがなかったわね。なかなかできることじゃないと思うわ。あれはビオラよね。ありがとう。これどうすればいいの？弾くの。え、ここでですか？拍手されてしまいました。試奏させてくれるのは嬉しいけど、こんな人がたくさんいる中だとちょっと。
いつもと違う楽器ってなんだか新鮮ですね。私も聞いてみたいです。そういうことなら。驚いたわ。見た目の美しさも目を見張るけれど、音もこんなに素直で繊細だなんて。ずっと引き込んできたみたいに手に馴染むな。初めてなのに不思議な感覚。体に伝わってくる振動が心地いい。余韻は甘美なのに力強さがあって、音がキラキラと輝いているみたい。いたものね、私たち。すごい楽器だわ。試奏させてくれてありがとう。素晴らしい音色だった。これほどの音が鳴るならとても値が張りそうね。それこそ100万ルピとか。20万ルピーだよ。え？はあ、やっぱり楽器って結構お値段するんですね。違うわ、私が言いたかったのはそうじゃない。わかります、僕も耳を疑いました。安すぎです。こんなに美しくて素晴らしい音が鳴るのに、信じられません。前に100万ルピの楽器を試奏させてもらった時だって、ここまでの音がしたかしら。本当にそんな値段で売っているの？私が相手だから値引きしたというわけではなくて？ヘルさんと同じことを言う。そろそろ演奏会が始まっちゃうよ。行くなら早く行こうよ。あ、もうそんな時間なのね。ステージに向かいましょう。